こんにちは、今日は寛因の翼っていうカードを採用した、ヴァンパイアのちょっとデッキを紹介していこうかなと思います。今までのコウモリのデッキが、999億倍強くなって、マスター隊で35連勝達成したっていうのが結構これミソなデッキなんですけど、まあ一番強調したい、今回一番強調したい、まあポイントの、ワードなんですが、まあ最近の上級者はこの寛因の翼っていうカード入れてるんですね。2コストスペル、自分のフォロワー1体をプラス2プラス2する。もうこの時点で強い。ぶっちゃけ。2コスで、プラス2プラス2。もうこの時点で強い。ニュートラルでさ、攻撃力を2上げるだけのカードがあったけど、まあ、むちゃくちゃ強いですよね、これ。だって、2コストで、進化圏使うようなもんやからな、これ。だから最後足りない、まあ、リーサルも全然これでいけちゃったりするんで、フォロワーが残りやすい、ヴァンパイアのデッキにこんなカードはちょっと強すぎるんで、なおかつやで。さらにメリットがあって、そのフォロワーは自分のターン終了時、自分のリーダーとこのフォロワーに1ダメージを持つと。で、フォロワーにまあ1ダメージはまあ微妙かもしれんけど、このリーダーに1ダメージ、これもうメリットしかない。要は、自称することに重きを置くデッキであるんですね。だから、こう、自称するっていうことが、もう、その時点でもメリットなんですよ。それだけでメリットなのに、これも2つメリットあるでしょ。で、さらにエンハンス4、そのフォロワーはドレインを持つ。まあ結構体力が厳しくなることが、たまにまああるんですけど、まあほとんど押し切れるんですが、エンハンス4で使うと、まあドレインを持つと。で、まあ、寛因の絶欠、ワーナレクが失踪もでドレイン持ったら普通に5点とか、4点か4点ぐらい回復するんですよね。で、それがめちゃくちゃ強くて、回復させつつ、あ、じゃあ4じゃないな。1で、プラスビッチが2で、あ、4か。4点まあ回復できるわけですよ。だからとにかくめちゃくちゃ強い、このカード。まあ、上級者の間で流行ってるかな。まあ、デッキの、まあ、形を見てもらっても強いっていうのは分かってもらえると思うんですが、まあ、ちょっとこのデッキ使ってみたいなと思います。さあ、対戦相手は、2000のビショップか。ビショップで2000まで持ったのはすごいな。まあレジェンドカードは セラフかマーウィンなんですが、あ、これちょっと今回のキーカードがちょっと取っておくか。お、あ、フラウロスか。フラウロスはちょっと微妙やな。まあ引いてあんま嬉しいカードではないんでね。さあ1コスはもちろんのごとくない。聖堂の天球儀引けなかった感じかな。やっ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 。ああ、さあ2コス。さあ、愚神大佐。そう、悠長やな。そんなデッキで2000も持ったのか。なあ、もうこの時点で勝ちそうなんやけど。さあ、これ簡易出します。で、不穏な、やっぱこのデッキをマスターしたい人は、やっぱりその、自傷ダメージを4回刺して、まあ、そのフライオロスを出すっていうために、不穏なる夜の街を使うっていうのを、まあ、意識しながら戦っていくのが、まあ、一つ重要になるかな。これ攻撃して、まあそうやな、まあ、エリで顔を取んのもでもいいけど、まあエリで顔を取るか。まあさすがにバーナリックは出せないしな。さあここがターン終了で、いや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 、まああんまり意味ないもんな。序盤に眷属の贈り物とかこうなる、別にドローしてもあんまり意味がないんで、まあ不安なる夜の街のドローは、まあ、あまりにも手札がひどかったら使ってもいいけど。月の光は浴びたい。なるほど。月の光が。天子。マジか、天子か。さあ、血の取引引いていく。まあ、取引から入りますか。おっとー。そこまで。まあ、こういうなんか理想中のムーブができればやっぱ強いですよね。嘘以外を口にしないでくれ。もしこれが破壊されたら5点回復やろ。5点回復も頭おかしいからな。しかもスタッツが強すぎだろ。なんか0コスじゃないですか、実質0コス75で出てきたみたいなもんやからな、進化込みでやけど。頭おかしい。頭おかしすぎだろ。なんか昔のセクシーヴァンパイアの5点がなんかしっぽけに見えんな。ユニコーンナイト、あ、これ取れんのか、あれ、これ。あ、ユニコーン、あ、そっか、ユニコーンステージに落ちたか。語るに落ちたか。もう進化使って相手はもう行くしかないと。
言っちゃうな。さあ相手はこう、出てくる顔面制圧力が結構あんな相手のビショップ。面白いやん。バーナリック、バーナリックが6回かであれば鋭利で、1回打って、感じいくか。鋭利で盤面取るのもありやけど、まあ3号なんでね、まあ、鋭利で盤面取るのもありやけど、まあさすがにないか。鋭利で顔いきまーす。愛は消え、テーゼは諭す。愛は消え、テーゼは諭す。まあ進化で上から取るのもありやけどな。まあ進化すんな確定やろう。でもこれ上から取るのは強そうやな。なんか火力も高いし。でもコウモリが7回なんですよね。もう顔いくか。顔いくやん。これ57なるしな。てか頭おかしいわ。もうなんか一個一個のカードが頭おかしいカードばっかなんで。でこれバーナレクに会員の翼生やして、もう頭おかしい失踪でコウモリもある。しかもドレインもする。もうなんかやってることがもう汚すぎる。もうここまで強くなったのかと。もう頑張ってるけど、なんか相手頑張ってるけど、そのなんかドラゴンに見合ってない相手の。あいぶちやろ。悲しすぎるやろこれ。なんでゴコスのレジェンドとサンゴスレジェンドが相打ちじゃないのか。そうかそうか、相打ちじゃないか。あ、ごめんごめん、相打ちじゃなかったわ。もう一回いきますね。これ愛は消え、テーゼは諭す。まあ今回ドレインできなかったけども、ここはこれ使いますね。これでコウモリ次のターン勝ちなんで。頭おかしい。6発も頭おかしいって。マジでもう免れようがないやろこれ。もう頭湧いてんだろこのデッキ。マジで頭なんなんこれ。3コス78ってどう考えても頭おかしいやろこんな。ベイビーや。取れへん。あーしょうもないな。これはちょっとしょうもなすぎるわ。私の負けね。さあ対戦相手は、1300のバンプ。もうバンプ多すぎだろ。多分使用率 50% 超えてんな。さあ先行取っていく。まあ知恵の取引は先行ではいらないかな。もう漱石なくま引けたらまあいらないですねここは。おいいね。まあ1コスのな、会員の従者引けると強いけど、まあ引けないよね。まあここはちょっと使わない方がいいかな。まあ使わない方向性で、まあ、あいつをね、フラウロスを出すために、まあ不能な色町をちょっと取っとくかここは。さあお互い1コスは何もないという悠長プレイングをしていく。ここは簡易の従者いきますか。いや漱石の方が強いか。漱石いくわ。漱石でドロー漱石いきます。簡易の従者は出した時にリーダー1ダメージやから、できれば闇のね町と一緒にまあ組み合わせて、まあ使っていきたいですねここは。さあ漱石お互いなんか同じようなことしてんな。小賢しいな。お互い同じことしてんな。剣族、123が1個足りないですねここ。いや足りるか。123いや足りないな。漱石いきまーす。青き道はあなたに。まあ顔いきますここは。なんか引いたか。とりあえずあと、次のターン出せますね。これ不穏ともう剣族出てるんで、まあフライロスは次のターン確実に出せると。同じことしてくんな。しかも顔優秀やな。会員の小賢しいな。であればここでもう行かしてもらいますよ。剣族の召喚と不穏を打って、で2コストあれ出すから、まあ会員の従者魔人ブー。で、まあ、盤面相打ち取ってって感じかな。盤面相打ち取って選びましたね。自傷ダメージしたいんで、まあエイリーかな。まあ血の取引のが強いような気がするけど、まあエイリー打つかここは。まあエイリーでいいと思うけどな。でもまあそこまで行く必要はないか。ドローソースもあんま意味がない気がするが、まあエイリーにしとくか。エイリー打って、これ打つだけで、フラウロスが出てくるか。はい強い。もう頭おかしい。
4ターン目に5、3、1体出すだけでも強いのに、なんか、やってるプレイングが3、今4枚プレイしたじゃないですか、他のカード。フラウロス以外に4枚プレイしつつこれ出てくるで強すぎないこのカード。さあ、ビーラ出していく。相手も必死に抵抗していく。ただこっちコウモリ引いてないんで、まあ血の取引とかにかける。まあ、ソースクラクマも来てるから多分来るとは思うけど。さあ、4-4で。あ、これ来るかな。あ、来そうやな、1-2-3で。うまいな。で？あー。で？あー。絡みつく鎖。あ、これ来そうですね。すべてを倒したな。あれ、これ来る ?3 枚しか使ってなくない？相手。ひょ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 。あ、それでゼロ個速感じか。盤面返されたぞ。お？あ、もう、4-1のコスミがあるの？まあ、それ出てくる。嘘以外口にしない。なんだろうな。ああ、まあまあ、フラウロス出すためってことか。ビーダが強いな。お、ジャガン悪魔引きました。ジャガン悪魔が、5回なんで全てを取ることできますね。ここはジャガンで、全てを取りますか。憎しみが私の糧に。憎しみを見よ。あ、いい感じですね。こいつ本当は強いですね、このカード。このカード結構大好きですね。まあイラストも可愛いし、何より強いっていうのが、あー、すごい強いカードですね、このカード。やっ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 、小坂氏だ。お、初心者か。初心者みたいなことしてきたら相手、それはちょっと悠長すぎるわ。あー、それ悠長。あー、それ悠長なんで、あー、だったら生かしてもらうで、問答無用で、あ、取って5点入るでしょこれ。しかもこれフラウロス出して、フラウロス進化とかも結構えぐそうやけどな。フラウロス出すか、ここはドローソース、うーん、コウモリ出すかどうかっていうのも結構難しい。まあコウモリ呼ぶために血の取引言って、血の取引プラスエイリ打つかフラウロス出すかやけど、結局ジャガンの悪魔でまあ一面取られると考えるならば、ここはドローソースに徹した方が強いような気もしますね。ここはドローソースに徹するか、血の吐息打ちます。ああ、コウモリ来ちゃったか。コウモリ来たとなると、この時点で7でしょ。8になる、9。ああ、なるほどね。もうほぼ終わりですね。8で3でいうか、まあエイリ打っても負ける筋はないから打つか。まあ次ゼロコス引けば相手終わるって感じですね。ああ、いや、えぐいな。フラウロス、ああ、なるほどね。フラウロスで相打ちさせると。小坂氏で、あんにゃー、言葉なくして語ってやろう。我しの命と語ってやろう。うわあ、これリーサルしっかり逃れていくな。小坂氏な。おお、フラウロス来たけど、ちょっと、いや、来たけど微妙やな、これ。とりあえず、ドロスちょっと入るか、ちょっと厳しいな、これ。とりあえずドロス入って、入ります。ドレインのあのカードが来てくれない。あー、ビーラか。これビーラ進化いかない、ちょっと厳しいですね。ちょっと一回ビーラこれ、ちょうどいい感じ来てくれたな、ちょっと。このビーラはありがたい。しっかり取っていく。で、不穏と。で、これでコウモリのリーサルがね、なくなったので、まあ、ゼロコス眷属の召喚進化でコウモリはまあリーサルやけど、それ以外はないですね。さあビーラ、さあ次のターンにコウモリがもう多分9点10点ぐらい溜まってんじゃないかな、これ9点か。ただまだリーサルないと。まあ4-4で4-2取る感じか。エイリー、あ、ジャガン、あー、なるほど。小坂氏プレイングしてくんな。小坂氏プレイングしてくんな。フラウロすごいまずいな、ちょっと。バーナレク行きたいけど、なんかやばい気がすんな。4で8で3。まあこれは確定でしょう。なんか煽ってきたぞこいつ。いや、マジか。ここで負けんのか。こさ、で、煽んなや、マジで。
とドレインはもう無理やな。回復するカードもないから、守護もない。フラウロス、うわ、煽んなよマジで。あー、なるほど。応用の翼、応用の翼。まあかい、ちょっとこれはちょっと、ちょっとうまくプレインがちょっと噛み合わなかったな、これ。激しく失礼。ちょっと相手のプレイングなんかうまかったな、これは。コウモリでまあ勝ちか。はいはいはい、まあまあまあ。この私を倒すとはな。